ポセージャーやワロ天下で知られる千葉雄大さんとはどのような方なのか。可愛いイケメンですが、お姉説の真相は、父親や大学、身長、経歴などウィキプロフィールと共に調べてみました。千葉雄大さんのプロフィール、名前、千葉雄大、本名同じ、出身地宮城県多賀城市、生年月日、1989年3月9日。年齢、28歳、執筆時、血液型、O 型。学歴、玉川大学中退、現職俳優、ファッションモデル、所属事務所ジャパンミュージックエンターテインメント。千葉雄大さんは、1989年宮城県多賀城市生まれ。2007年に突破モデルオーディションでモデルに選ばれます。突破というのは、ロッテのチョコレート菓子、トッポの受験シーズン期間限定の企画です。東京 FM の番組、スクールオブロックとコラボし、受験生を応援する様々な企画を展開しています。同モデルオーディションはその一環で、リスナーの中から選ばれ、同商品のパッケージ裏面に掲載されることとなります。ちなみに千葉雄大さんのラジオネームは、マサカリボンバーでした。以前髪型がおかっぱだったそうで、金太郎みたいだからと友達が名付けてくれたのだとか。当時、千葉雄大さんは玉川大学に通っており、スターバックスでアルバイトをしている大学生でしたが、大学を中退。その後、2009年4月から、チョキチョキの専属モデルを務めます。同志をたまたま見た芸能事務所、ジャパンミュージックエンターテインメントの人にスカウトされ、同年9月に同事務所に所属。2010年2月から放映されたテレビ朝日、戦争戦隊ゴセージャーの新た、ゴセーレッド役に抜擢されます。以後、ドラマや映画、CM、バラエティ番組に多数出演。2012年3月17日放送の、世界一受けたい授業 SP では、母校に100万円分の図書を寄付できる問題に見事正解。その後、母校である多賀城市立城南小学校に100万円分の絵本を寄贈したことが話題になりました。千葉雄大さんの身長は、千葉雄大さんの身長は交渉で173センチメートルですがサバではないか、という声が少なくないようです。画像で比較してみます。阿部サダヲさんは164センチメートル、エータさんは179センチメートルとのことですので、千葉雄大さんの身長はちょうどその中間くらいでしょうか。実際には靴の高さなどを考慮しなければならないのですが、他のいろんな画像を見ても、比較からだいたい170センチメートル台前半くらいであると推測されます。ですので、173センチメートルという交渉は、ほぼ実際の身長を反映しているものと思われます。サバ読み説が出てくるのも、顔が小さくて小動物系の可愛らしい顔立ちから、実際よりも小さく見られがちからなのかもしれません。また、イケメン枠ということで、他の高身長イケメンと比較されることが多いということもあるかもしれませんね。千葉雄大さんがお姉疑惑、千葉雄大さんを検索すると、お姉というワードが出てきます。おそらく、2012年のドラマ、カエルの王女様の高垣忍役のことではないかと思われます。高垣忍は、女系家族で育ち、高校時代は合唱部で女性に囲まれ、そのため女性的な感性や立ち居振る舞いが身についている。という役どころです。千葉雄大さんといえば、イケメンながらも、可愛い、という声も多く、フェミニンなイメージを持たれやすいようですが、まさにぴったりの役と言えそうですね。ただ、千葉雄大さんがリアルにいわゆる、お姉、というわけではないみたいですね。千葉雄大さんの父親、千葉雄大さんの父親が、あの千葉真一さんではないか、という噂があるようです。
名字が同じ、千葉、だから出てきた噂なのでしょうね。しかし、結論的には、二人が親子であるという事実はないようです。千葉真一というのは芸名で、本名は、前田貞穂、貞穂、と言います。一方、千葉雄大さんの方は本名です。なお、千葉真一さんには三人の子供がいます。長女マセジュリさん。長男、マッケンユーさん。次男、ゴードン千葉さん。長女は野際陽子さんとの間の子供で、野際陽子さんと離婚後に再婚した28歳年下の一般女性との間に生まれたのがマッケンユーさんとゴードン千葉さんです。千葉雄大さんの父親の職業は、ところで、千葉雄大さんの父親の職業について、ガソリンスタンドで働いている、医師である、取締役である、などという噂があるようですが、いずれも信憑性が低いです。ガソリンスタンドは2チャンネルの書き込み、医師は千葉雄大さんがドラマ、レジデントを5人の研修医に開業医の息子役として出演したことから、そして取締役というのは、株式会社エイビットという会社の代表、千葉雄大、雄大さんが名前が似ているから、という、根拠とも言えないようなところから出てきたデマに過ぎないようです。千葉雄大さんの父親に関しては、実際のところはほとんど情報がなく、公式ブログを見ても、24歳の時に結婚した。サッカーをやっていた千葉雄大さんは父よりも母にと言われる、といったことくらいしか触れられていませんでした。ただ、とても愛情深く育てられたようで、両親にはとても感謝しているみたいですね。以上、千葉雄大さんについてでした。